新型コロナウイルスによりですね、今も、まあ、これは全国的にもそうですけど、日本国内でも、そして県内ということで、4カ村でもですね、非常にその新型コロナウイルスの、まあ、コロナ禍と言われていることに対してですね、まあ、影響を受けていまして、とりわけ、本日来てますですね、観光業においては、本当に波及効果が極めてですね、大きいんですけど、その中で今、需要が落ち込んでいるということですね、まあ大変厳しい状況にあるということでございます。まあ、このような中でですね、このプロジェクトによってですね、以前よりまあ商工会、観光協会とは行政ともですね、いろいろ連携しながらやっていたんですけど、具体的に、GM の皆さんとですね、地域活性化に、取り組む意見交換によりですね、いろんなコロナ禍の中における経済対策の、一助になればということでですね、このような席を、ミーティングをですね、設けているところでございます。本来であれば県でやる予定だった沖縄再発見のタイミングで、まあ県内需要を少しでもこの読谷村というエリアに、振り向かせたいというところと、まあ、先ほど村長からもお言葉ございましたとおり、本当にこう魅力あふれる土地でございますので、その再発見という言葉にかけて、この読谷村の魅力を新たに再発見していただくというようなところをきっかけで、まあ、そこから少し観光需要をしっかり取っていきたいというところが最初スタートではあったんですけども、残念ながらちょっと沖縄再発見に関しては少しちょっとこう予算が当初の、想定よりも少しまあ低くなってきたというところもございましたので、ちょっとそこでこう何かを打ち出すというところがなかなか難しいなというちょっと状況になったというところで、まあ、読谷村の皆様を含めですね、ちょっとお知恵をお借りしながら、まあ、今回のプロジェクトを進めさせていただいているというような状況でございます。私が一番魅力に感じるのは人なんです。人、この人をより多くの方に伝えていきたいという思いがあります。これは一つのホテルだけではなかなか難しいのかなというふうに感じております。この読谷のブランドを、多くの人に、広めていくということが私たちの使命だというふうに感じております。この読谷のブランドをアピールしていくということです。ホテルをご利用いただきます。で、ホテルをご利用いただいたお客様に読谷村の、飲食店であったりとか、いろんな企業様、事業者様をご利用いただくというプランをご提案させていただいておりますけれども、これについては当初、まあ、5月ゴールデンウィーク明けてからっていうふうに今検討をしております。で、その中でですね、ホテル一つのホテルだけご利用するのではなくて、例えばアリビラさんをご利用いただいたお客様が、朝食はグランディスタイルさんでとっていただくとか、夕食は村内の、飲食店でご利用いただくとかいうような形で、一つのホテルだけではなくて読谷村全体でお越しいただいた方をバックアップしていくということがホテルとして、ご提案させていただきたいなというふうに、思っております。で、また、その中の予約の経路につきましても、まあ、基本的には、村内のホテルの、まあ、ウェブでの申し込みというのが基本にはなりますし、もちろんですね、村内の旅行会社様もございますので、そちらを通じてのご予約という形も含めて検討することで、より村内に対してのですね、目を向けることができるのかなというふうに考えておりますので、考えております。やっぱり読谷村っていうやっぱ独特のブランド、村としてのブランド、まあ、そこをしっかりと掲げていくというのが自分のホテルにとってもプラスになるんじゃないかといったことにやっと気づきました。そんな中で、いろんなプランがあるんですけれども、一つは、まあ、ホテルの中で連携をしようと、まあ、そういったところもあるんですけれども、今話しているのはこの読谷村のファンクラブを作ってしまうと、まあ、そういったようなところもあります。それは今仮の名前なんですけど、ここにいるヨミトン、まあ、ヨミトンクラブというふうに今言っています。でヨミトンというのはヨミタン村のパワーアップ、ブランド、まあ、そういったようなイメージを持って、まあ、来る人、まあゲストを、より喜ばしたいと、まあ、そういったようなところもあります。本来もともとホテルさん同士っていうのはやっぱりライバル同士でなかなかこういう機会も難しいんですね。どっちかというと観光協会、商工会、行政が他のホテルさんも巻き込んで、あるいは事業所さんも巻き込んでコロナ対策、コロナのこの移らないような対策も各事業所さんでしながら、なんとか復
活させていきたいっていう思いが今この状況になっているので、でせっかく今行政が支援していただいている地域通貨っていうものがあるので、それを活用して来ていただいたお客様にもそういったあのメリットが出るようなプランを今後構築していこうという話になっています。